よろしくお願いします、はい、こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、ふーちゃんです。はい、ふーちゃんとゆうすけくん、こんにちは。こんにちはというか、おはようございます。はい、今日は7月8日です。はい、七夕も終わり、いよいよ夏も本番ですよ。はい、暑い日が続きます。まだ梅雨明けしてませんが、もうすぐ梅雨明けかな。はい、そんな今日はゆうすけくんがどうしても欲しいものがあって、ちょっと開店前のアーベイルさんにこれから行ってこようと思います。はい、はい、そして欲しいものはハッピーです。そう、ではゆうすけくんが欲しいハッピー、こちらね、こんなねキャラクター、みんなね、他のキャラクターもいるんだけど、まあかわいいことね、このこのお面を顔につけるとシナモンちゃんになれちゃうっていうね。はい、ゆうすけくん、この発表どうにか手に入れたいと思いますよ。はい、ちょっと時間ないので急いでいきます、アベイルへ。ではアベイルへレッツゴー。だるまさんが転んだ、オッケー、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。パパどこ行った？パパどこ行った？ここだよ。あった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 。お？あれ、これしかないの？これ、これが 3L。 あれ？え？ LL は？これだ。あれ、1個ずつしかないの？大丈夫？これ買って。やったー。本当に2個しかなかった。全然ないね。びっくりした。はい、ゆうすけくん、お帰りなさい。無事にシナモンちゃんのハッピー買うことができました。ゆうすけくん、おめでとうございます。はい、じゃあぐるっと一周してみましょう。くる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 。はい、後ろ見せて。じゃじゃん、手広げてごらん。後ろ手広げてごらん。はい、こんな感じのシナモンちゃんに、あー、ミルクちゃんの模様がついてますね。かわいいハッピーです。ちなみにこれは M から L のサイズで、ゆうすけくんこんな感じの着心地になってますね。このね、子供サイズ欲しかったんだけどね、ゆうすけくんのサイズの、ね、130とかがないんだよね。なので大人のを買いました。いやー、でもびっくりしたね、ゆうすけくん。あの、この入荷がね、ワンサイズキャラクター1個しか売ってなくて、もう全然最初から並んでませんでした。私たち一番にアベイル並ぶことできたんだけどね、ゆうすけくん頑張ってね、9時から1時間並んで、そう、1番で買うことができて、無事シナモンちゃんをゲットすることができました。口を開けてみる、いいよ。真っ白だからね、汚さないようにしないと。はい、シナモンちゃんの内輪はこんな感じです。シナモンロールってひらがなで書いてあります。かわいい。暑かったね、今日湿気がすごかったね、本当にね。もう2人とも、あの、オープンするまでの時間にね、ちょっとパパとだるまさん転んだよやってね、だいぶ汗がかきましたね。あー、出てきた。ふーってなっちゃう、唇が出ております。新しいふーちゃんです。あー、そこから唇を出すこともできます。よくどういうことかよくわからないですが、いや、しかし本当可愛い。ちょっと 3L の方もね、パパママ用に買ったので、本当 L から M、 本当は M から L をね、本当はもう一個買いたかったけど、もうなかったので 3L の方もちょっと買ってみました。ちょっとパパ持ってきてもらう、でかいんだよね 3L の。はい、 3L だとママが結構こんな感じになります。うんうん、ちょうどいいね。161cm です。ちょっと大きいか、かわいい、かわいい。生地もね、すごい涼しい感じの生地です。いいね、このゆうすけくん、お祭りに着れそうだね。さあ、ではゆうすけくん、無事に欲しかったシナモンちゃんのハッピーを買うことができました。あと、ここで皆さんちょっとびっくりしたのが、チラシになかったボンボンブリンクとマイメロちゃんのやつも売ってたんだよね。だから、あれ、こんなのチラシなかったと思って、だからもしブリンくんとマイメロちゃんでハッピー着たい
方がいましたら、アベール調査しに行ってください。売ってましたよ。はい。あとこれからね、本日12時からオンラインショップでも発売がされるので、皆さんも欲しい方買ってみてください。はい、ではゆうすけで最後のご挨拶お願いします。